入荷する公爵は、かつて存在した、イギリスの公爵院。入荷するイコールアポニーコールタイン公爵と、入荷するイコールアンダーイコールライン公爵の二つがあった。入荷するイコールアポニーコールタイン公爵は、過去に3回創設されているが、1768年に、廃絶した。入荷するイコールアンダーイコールライン公爵は1756年に、 初代入荷するイコールアポンイコールタインコ、トマス・ペラム・ホリスが上されたことに始まり、彼の死後に特別継承権で、リンカーン伯爵クリントン家に継承されたが、1988年に廃絶した。リンカーン伯爵位は2階リンカーン伯まで遡っての分流によって継承されて現存する。ウィリアム・キャベンディッシュは、北部、リンカーンシャーを本拠とする、王子主であり、 新京都革命の際には、北部で独立した指揮権を行使して、応答派として議会派と戦った。彼は1620年10月29日に、イングランド貴族爵位、ノッティンガム州のマンスフィールド死者1628年3月7日に、イングランド貴族爵位、ニューカッス,スル・オンタイン伯爵と、ダービー州におけるボルソーバーのキャベンディッシュ団爵に除せられ、 1629年には、第9代オグルダン爵を継承していた。内戦中の1643年10月27日には、イングランド貴族爵位、ニューカッスル・オンタイン公爵に除せられた。王党派が敗れたため、革命後には所領を没収されるも、王政復古後の1665年3月16日には、勤労評価されて、 ノーサンバーランド州における、ニューカッスルイコールアポンイコールタイン公爵と、ノーサンバーランド州におけるオグル伯爵に助せられている。これが、ニューカッスルイコールアポンイコールタイン公爵の最初の創設だった。初代公爵の死後、息子のヘンリー・キャベンディッシュに、第2代、ニューカッスルイコールアポンイコールタイン公爵位が継承された。彼も、王党派として、 宮廷内で官職を与えられるとともに、議会では、就職前に庶民院議員、就職後には貴族院議員として活躍した。しかし、息子ができず、彼の死去とともに、借位は消滅した。ヘンリー・キャベンディッシュの娘マーガレットは、第四代、クレア・伯爵ジョン・ホリスと結婚した。ヘンリー・キャベンディッシュの所領、財産は彼女を通じて、 この四代、クレア博が継承した。この財産継承を有力な根拠として、彼は1694年5月14日に入ッするイコールアポニーコールタイン公爵と、クレア公爵位に除されている。彼は、所領の拡大と開発に努め、死去する1711年まで二年4万ポンドの時代を受ける最有力王子主の一人となった。しかし彼も男子がなかったので、 遺産争いの末に、妹グレースと、初代ペラム男爵、トマス・ペラムの間の息子である、トマス・ペラム・ホリスが、財産の多くを継承した。この財産相続を根拠として、彼は1717 17年8月11日に、グレートブリテン貴族社位として、入ッするイコールアポンイコールタイン公爵に助せられた。また彼は政界において、保育党幹部の貴族院議員として活躍し、 首相を務めた。なお彼の弟、ヘンリー・ペラムも保育党幹部の庶民院議員であり、首相を務めている。トマス・ペラム・ホリスには、子供がなく、その弟、ヘンリー・ペラムにも女子があるだけだった。そこで、ペラム家の財産は、妹、ルーシーの息子である、第9代リンカーン伯爵ヘンリー・クリントンに、ヘンリー・ペラムの娘キャサリンとの結婚を条件に、 継承させることになった。さらに1756年11月17日には、特別継承権で旧大リンカーン博に継承可能な、入ッするイコールアンダーイコールライン公爵位が、トマスペラム・ホリスに与えられた。トマスペラム・ホリスの死後、入ッするイコールアポンイコールタイン公爵位は、消滅するが、入ッするイコールアンダーイコールライン公爵位は、 特別継承権で、リンカーン伯爵クリントン家によって継承された。第2代入滑するイコールアンダーイコールライン、公爵くらいの継承に際して、第9代リンカーン伯ヘンリー・クリントンは直居を得て、ペラム・クリントンと改正している。5代入滑するイコールアンダーイコールライン公、ヘンリー・ペラム・クリントンは、保守党、ピール派、自由党など党派を移動しながら閣僚職を、歴任した。 八代入ッするイコールアンダーイコールライン校、ヘンリー・ペラム・クリントンは、1887年に直居を得て、母の加盟、ホープを加え、ペラム・クリントン・ホープに改名した。その息子である九代、入ッするイコールアンダーイコールライン校、ヘンリー・ペラム・クリントン・ホープには、男子ができなかった。そのため1988年11月4日の彼の死後、 四代校の次男チャールズ・ペラム・クリントン教のひ孫であるエドワード・ペラム・クリントンが10代入ッするイコールアンダーイコールライン校を継承したが継承して間もない1988年12月25日に死去した。彼には子供がなかったのでこれをもって入ッするイコールアンダーイコールライン校爵位は継承資格者がいなくなって廃絶した。一方リンカーン伯爵位は 二大リンカーン博まで、遡っての分流である、エドワード・ホリス・ファインズ・クリントンに継承されている。二大公の死とともに、ニューカッスルアポン・イコール・タイン公廃絶。1694年に四大、クレア・ハクジョン・ホリスは、ニューカッスルアポン・イコール・タイン公に除される。初代公の死とともに、ニューカッスルアポン・イコール・タイン公爵位消滅。初代公の死とともに、 入荷するイコールアポンイコールダイン公爵位消滅。十代公の死と共に入荷するアンダーライン公爵位消滅。リンカーン伯爵位のその後は同項目参照。入荷する公爵家経図1988年の十代以降の死をもって入荷する公爵位の継承資格者は亡くなったため廃絶。リンカーン伯爵位は十代公の十重形態にあたる。 エドワード・ホリス・ファインズ・クリントンに継承された。ありがとうございます。